とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここが出てます。行きたいと思います。これ、デイリーチャレンジ、ゲイル聖域ですね。報酬がアーティファクトとなってます。ここはカバンだね。エレメントのカバン。そして、ハーベスター。ハーベスターは256あるけど、もう一個256があってもいいかな。まあ、とにかくこの二つを狙っていきましょう。装備ですけども、この前、タワーで出たこれを使います。月のダガーですね。黄金には輝き3です。うん、これだけで回復っていうのはちょっと難しいかもしれないので、フルメタルアーマーのヘルスシナジー、そして魂の棒の流れ込む魂、これを入れてやっていきましょう。で、キノコを使っていこうかなと思ったんだけども、キノコよりも釣り竿の方が良さそうなのよね。まあ、通常の攻撃速度がこれぐらい。で、キノコを使うと、これぐらいになって、で、釣り竿を使うと、さらに増えて、こんな感じだね。キノコよりも釣り竿の方が、1.2、3倍は速くなる感じだと思うんだよね。まあ、とりあえず、これで、やっていきます。それでは、ゲイル聖域行ってみましょう。今回が、初期 HP1 に固定ですね。なので、気をつけていきましょう。OK。で、敵がね、クリティカル持ってんだよね。あれ？倒しきれない？あんまり。あんまり倒しきれないのかもしんないな。ちょっと、まあ大丈夫かわかんないけども、行ってみましょう。でね、うわ、これやばいな。クリティカルを持ってんだよね。うわー、ひでえな。ひどいな。うん、これ結構きついかもしんない。クリティカルで、囲まれるとね、さすがにやられるのよね。うん、なので囲まれないような位置取りをしつつ、まあ、とにかくすぐ倒す。いや、倒せるか。まあ、ドラをうまく使っていけばいけるかな。おーい、ちょっと待って待って待って。もう今はね、ここ行かなくてよくなったんで、ここは倒しませんよ。で、矢は128本。まあちょっと足りないかな。もうちょっとあった方が良さそうっすね。うわ、あ、いや、あんまり倒せないかもしんない、これ。若干火力不足か。おー、いや、あ、まあまあ、そうか。そんな、溜まってきた。あ、やばい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 。危な。とか、リフレッシュついてないからね。気をつけていかないと。これは、ちょっと厳しいぞ。ソウル溜まって、クリ率が上がれば、ちょっとはマシかもしんないけども。いや、結構、厳しい。そもそもがちょっと倒せないかもしれません。まあまあ、いっか。頑張りましょう。ボスぐらいまではいけるでしょうよ。ただ、ボス倒すのがちょっと、時間がかかるかもしれない。ちょっと矢も少ねえな。範囲内に入ってしまえば、倒せる。おーい！すげえ。あ、きついです。これは完全にきつい。まあまあ、頑張っていきましょう。はいはいはい。やべえ。こいつはやばいぞ。よし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 。足を止めとけば、まあまあ、いけるわ。でも足を止めないといけないか。ちょっといつもの戦い方でいくと、やられそうだね。よし、ちょっと矢が、あ、オッケーオッケー。矢が全然足りない。矢を増殖しました。800本。これぐらいあればいいでしょう。で、やっぱロールチャージ、アーティファクトチャージあると、
ハイテクだね。ああ、どんどん進んでいける。で、まだちょっとソウルが少なめなので、やばい。ちょっと貯めてからね、クリ率を上げていかないといけませんね。じゃあ、囲まれるとやばい。あっぶね。相当食らうもんね。囲まれないように立ち回っていかないといけないね。マジで減る。やばっ。特に敵クリティカルついてると、うわー、固まるとダメ。うん、輝きでね回復しきれないもん。ちょっと厳しすぎて無理なのでこれはあのキャプテン取らずに行きます。これ無理。うん、とってもじゃないけど、うん、これ変更点ついたらダメだわ。無理無理で、よし、もうほんとギリギリでいってる感じです。やばいぐらい難しい。それではボスまでもう少しですね、行きましょう。最後がなんか敵やたらいた気がするんだよな、今。まあ行きましょう。なんとか回復をうまいこと使いながらね、ヘルスシナジーもあるね。オッケー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 。ちょっと待って待って、無視無視。ここら辺普通に戦っていくと無理だわ。ちょっと待って、ラビジャーいる。ちょっと待って、無理無理、あいつが来たら無理です。オッケー、逃げ切ったでしょ。倒せるか。まあまあ、もういって、これやばい、完全にやばい。いける。うわ、厳しい、こいつは厳しい。よっしゃ、いけ。うわ、あんまり減らない。あ、いける。ドラ使えばまあいける。よし、あーもう固まらないで、よっしゃよっしゃ、いけ、無理か、あと1回。あいや完全に油断してましたね。クリティカル2発もらえばやられるっていうことをもう完全に忘れてた。うん、でも2発攻撃もらってやられる、なかなか厳しいよ。終わり。もう2回ここに来ることになるとは。はい、では何が出るでしょうかね。あっちはいらないか、見てみましょう。頼む。さあどうでしょうか。カバン、もしくはハーベスター。カバンだ、カバン、カバン。うーそー、ひどい。ハーベスターの一番パワーが低いのが来た。まあ壊れたビーコンじゃなかったからマシか。今日はね、チャレンジしてみましたけども、ハーベスターの254が出ました。まあ256を持ってるのでね、もう一つ欲しかったんだけども、まあ仕方ないっすね。できればカバンが良かった。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。